どうも、皆さん、こんにちは。着バスです。本日はですね、デルタ航空がとうとうね、羽田、ハワイ路線をですね、解説いたしますので、本日はこちらの解説、やっていきたいなと思います。ということで、以前ですね、東京からハワイの特典航空券を取る方法解説っていうね、動画を出させていただいたんですよね。はい、出させていただいたんですけども、実際ですね、この路線ですね、解説されなくてですね、まあ、昨年のね、いつだったかな？昨年にプレスリリースが出て、羽田からホノルルね、デルタ航空就航しますって発表が出て、デルタのね、マイルで発券することができたり、またね、バージンアトランティック航空のね、マイルで発券できれば、まあ、かなりね、お得になるんじゃないかなっていうふうにね、まあ、言われてたわけなんですけども、実際ですね、12月ぐらいね、実際就航するっていう話で、まあ、プレスリリースとかも打たれて、言われてたわけなんですけども、実際ね、開始しなかったんですよね。で、開始にならなくて、で、今年に入ってからもですね、まあ、ずっと運休が続いてですね、現在もね、この路線、羽田、ホノルルっていうのはデルタ航空飛ばしてないんですよね。で、まあ、こういった感じになってたわけなんですけども、とうとうですね、2023年の10月の28日からですね、1日1往復ね、するっていった形になります。で、航空券自体はですね、もう以前からね、販売しているのはチェックね、させていただいてたわけなんですけども、本当に飛ぶのかななんていうふうにね、まあ、思っていて、まあ、デルタ航空のね、プレスリリースとかも、こちらね、もう見ることができないですね。こんな感じで、消されてるみたいな感じになってるので、まあ、このままね、消えるんじゃないかな、なんていうふうに思っていたわけなんですけども、とうとうね、10月の28日からですね、1往復するっていうのがね、発表されました。まあ、この件に関してはですね、デルタ航空は、この羽田発着枠にね、まあ、最大2つ、アメリカ側にですね、発着地の自由化みたいなのを、アメリカ運輸省にね、提案していて、まあ、それでね、まあ、揉めてたっていうか、まあ、提案してたみたいなんですけども、まあ、これがね、まあ、どうなるのか、他の航空会社を巻き込んでですね、まあ、賛成反対みたいな感じになってたわけなんですけども、まあ、結局ね、このアメリカ運輸省っていうのはこの件をね、却下したんですよね。ですので、デルタ航空としてはですね、選択肢としては、羽田空港のこの羽田ホノル路線、あとポートランド路線ですね、この2つの路線をもう開設するか、返却するか、まあ、この選択肢どっちかしかなかったわけなんですけども、まあ、今回ね、開設するっていう判断がですね、まあ、されたっていう感じになるんですよね。で、運行されるね、ダイヤなんですけども、DL180 便と DL181 便ということで、DL180 便は、羽田東京9時発、ホノルル8時55分着。で、DL181 便は、ホノルル13時10分発、東京羽田翌日の18時10分着ということで、まあ、こういった感じにね、なってるんですよね。で、運用されるね、機材なんですけども、ボーイング767-300ER でね、運行しますということで、ANA とかね、JAL とかで飛ばしている飛行機よりかは、まあ、一回りね、小さい、飛行機っていう風になりまして、エコノミークラスが171席、デルタコンフォースプラスが29席、ビジネスクラスが25席でね、計225席ね、設置された、まあ、航空機でね、飛ばすっていった形になります。まあ、こういった感じでですね、とうとうね、解説されるされるとね、言われてたこの東京ハワイ路線の、まあ、デルタ航空の便なんですけども、やっとね、解説するということで、いや、非常に嬉しいですね。というのもですね、この路線はですね、非常に極端にですね、必要マイル数がね、少なく設定されているっていう風になっておりまして、デルタ航空で発券することができるのと、先ほども言いました通り、バージンアトランティック航空のマイルでね、発券することができます。で、この2つの航空会社はですね、まずね、燃油サーチャージがね、かからないっていう風になりますんで、必要マイル数も少ないんですけども、サーチャージもね、かからないで利用することができるっていう風になりますんで、私ね、2023年6月にですね、ハワイね、息子と行ってきましたけども、あの時がですね、ユナイテッド航空のマイレージプラス、片道3万3000マイルで、燃油サーチャージなしでね、発券させていただいてるんですけども、
これよりね、必要マイル数少ないって言った形になるんですよね。デルタ航空のマイルで発券すると、デルタ航空の場合は座席指定なしのエコノミークラスだと2万マイル。座席指定ありだとエコノミークラスで2万5千マイル。で、コンフォートプラスちょっと広めの座席で8万マイル。プレミアムセレクトプレイクは15万マイル。デルタはビジネスクラスですね。こちらは27万5千マイルで設定されております。まあ正直ね、コンフォートプラス以上のね、まあ必要マイル数っていうのはね、かなり必要マイル数が多いので、まあここはね、現実的になってこないかななんていうふうに思うんですけども、座席指定ね、なしで2万マイルで片道行けるっていうふうになりますんで、これは非常にいいですよね。まあちょっと座席指定なしはちょっとっていう方もですね、まあ2万5000マイルでね、片道発券することができるっていうふうになりますし、発券手数料はですね、6460円ということで、サーチャージなしでね、利用することができるっていうふうになりますんで、まあ私みたいにね、一人で海外行かれるっていう方はですね、まあ2万マイルでもね、いいのかななんていうふうに思いますしね、まあそれはちょっとっていう方もですね、2万5000マイルで発券するんだったらね、かなりいいのではないのかなと思います。で、デルタ航空のマイルね、まあ、どうやって貯めていくんだっていう話なんですけども、昔やってたね、日本500マイルね、利用されてた方で、マイルね、残っている方はですね、ぜひね、この路線検索ね、してみていただければなと思います。2023年の10月の28日よりですね、こちらね、検索すると出てくるっていう風になりますんで、ぜひね、チェックしてください。で、それ以外だとですね、クレジットカードでね、貯める方法がね、まあ一般的になってくるかななんていう風に思うんですけども、クレジットカードだと、まあ年会費がね、一番安くて還元率 1% 取れるのはこちらですからね、デルタスカイマイル JCB テイクオフカードですね。還元率1% 還元で初年度年会費無料、それ以降は年会費2750円で利用することができます。またね、デルタの上級会員ゴールドメダリオンとかね、欲しい方はデルタアメックスゴールドね、こちら年会費ね2万6000円かかるわけなんですけども、こちら還元率 1% でね利用することができます。それ以外だとアメックスのプロパカードありますよね。グリーン、ゴールド、プラチナ、そのビジネスカードね、ありますけれども、ここら辺のね、アメックスリワードポイントもですね、このデルタマイルね、交換することができるっていう風になりまして、交換率は 80% っていう風になっておりまして、アメックスのポイント1250ポイントでデルタ航空のマイルね、1000マイルで交換することができるっていう風になりますんで、アメックスのね、プロトパーカードをね、メインカードにされている方はですね、まあ、今回の発表ね、非常に朗報なのではないのかなと思います。というのもですね、先日ね、LINE、私の LINE 公式アカウントで、アメックスのリワードポイントのね、基本とおすすめ利用先ね、配信させていただいたわけなんですけども、このアメックスのリワードポイントっていうのは、メンバーシップリワードプラスっていうのにね、まあアメックスリワードポイントの場合は、まあ加入していただくと、まあ交換率が上がるんですよね。まあグリーンとゴールドだと、まあ追加費用かかってきてしまったりするんですけども、まあこれ加入しないとね、交換率悪いんですよね。で、ANA マイルにね、交換が年間4万マイル、4万ポイントですね。で、1年間なんで、この1年間のカウントが1月から12月までっていう風になりますんで、まあ、年をね、またげば、まあ年間8万ポイント、8万マイルまでね、まあ交換することができるっていう風になるわけなんですけども、それ以降ですね、まあ特にね、アメックスのこのプロパカードっていうのは、入会キャンペーンが非常にいいんですよね。まあ私の LINE 公式アカウントでもね、配信してたりするんですけども、まあこうなった時にですね、この年間8万を超えたその以降ね、まあどうするんだっていうところでですね、ポイントね、利用先が困っちゃうみたいなね、ところがあるんですけども、デルタ航空のね、マイルに交換していて、ハワイ路線がね、片道2万マイルからね、発券することができるのであればですね、まあこのアメックスのリワードポイントっていうのは、まあシンガポール航空のね、マイルで、まあ上級クラスで発券していただくもね、非常におすすめなんですけども、まあ結構ね、必要マイル数多かったりしますので、2万マイルでね、デルタ航空のハワイ路線ね、発見できるのであればですね、まあ、かなりね、いいのではないのかな、なんていうふうに思いますので、まあ、これからね、アメックスリワードポイントのね、まあ、交換先のね、定番になっていくのではないのかな、なんていうふうに思います。まあ、あくまでね、解約が入らなければの話にはなりますけどもね。で、80% のね、移行っていうふうになりますんで、アメックスのリワードポイントが2万5000ポイントあって、2万マイルにね、交換することができるっていう計算になります。まあ、これ以外のね、クレジットカードだと、マリオットアメックスプレミアムカードですね。私もね、メインカードにさせていただいている、マリオットアメックスプレミアムカードなんですけども、
こちらですね。私はちょっと息子にシール貼られちゃってるんですけども、まあこちらだとですね、年会費は 49,500円、還元率はね、残念ながら 1% 還元っていう風になります。このマリオットアメックスはですね、ポイント制度ね、昨年、デルタ、アビアンカ、大韓、アメリカン航空に関しては、6万ポイント交換すると、他のマイルだとね、ニュージーランド航空以外だと、6万ポイント交換するとね、2万5000マイルになりますよね。まあ、ユナイテッドとかだともうちょっと多かったりするんですけども、このね、5000マイルのボーナスに関しては、廃止になってしまったんですよね。ですので、残念ながら6万ポイント交換しても2万マイルになるっていう風になりますんで、まあ、還元率だとね、1% 還元っていう風になってしまうんですよね。まあ、マリオットアメックスね、保有されている方は、まあ、マリオットアメックスもですね、外資系のね、ユナイテッド航空のマイルが先日ね、解約になってしまいましたので、まあ、今後ね、こちらも定番になっていくんじゃないかな、なんていうふうに思うんですけれども、まあ、一つね、交換先が増えるっていう意味ではですね、まあ、朗報っていうふうになりますよね。で、もう一つのマイレージプログラムね、バージンアトランティック航空のマイルですね。こちらのマイルでもデルタ航空のね、特典航空券がこういった感じでね、発券することができます。片道、バージンアトランティック航空のマイルだと、羽田ホノルル路線、片道22,500マイルでね、発券することができます。もちろんね、燃油サーチャージはかからないっていう風になりまして、まあ見た感じだとですね、座席指定もね、まあできそうなんですけどもね、今後私もね、この路線利用してみたいな、なんていう風に思うんですけども、まだね、現時点では私も利用しておりませんので、まあ座席指定が無料でできるのか、利用してからね、解説出したいなと思います。で、このバージンアトランティック航空のマイルはですね、こちらも先ほどと同様、アメックスのプロパカードからね、ポイント、アメックスリワードポイントから交換することができます。またね、マリオットポイントからも交換することができるっていう風になります。で、交換率はですね、先ほどと一緒で、アメックスプロパカードから 80% のね、交換率っていう風になりまして、マリオットアメックスプレミアムカードだと、こちらはですね、6万ポイント交換すると、5000マイルのね、ボーナスがつくっていう風になりますんで、マリオットアメックスのポイントからね、交換していただくと、6万ポイントで2万5000マイルっていう風になりますんで、こちらがね、結構おすすめっていった形になります。還元率だと、アメックスプロパーだと 0.8% 還元。マリオットアメックスプレミアムカードだと、1.25% でね、マイル貯めれるっていう風になりますんで、基本的にはバージンアトランティック航空のマイルに交換した方が、まあお得なのかなっていうところですかね。まあ座席指定の感じが、まあバージンアトランティック航空のマイルだとね、できそうな感じがちょっとしましたんで、まあこちらに関してはですね、またね、先ほども言った通りね、実際に利用してからですね、またね、解説出したいななんていう風に思いますので、この点をね、覚えておいていただければなと思います。いや、このマイル数でね、ハワイ路線が乗れるっていうのはね、本当にお得ですよね。本当に解約がね、来ないことをね、祈るばかりですね。この必要マイル数だとね、まあ、ANA とか JAL とかだとですね、片道でね、計算すると、まあ、ここら辺のマイルで発券することはできるんですよね。まあ、ANA だと、まあ、ANA だとね、往復で発券しなきゃいけないハードルはあるんですけども、ANA の場合はね、片道、ハワイ路線に関しては、16,250 マイルから21,500 マイルで、発見することができるんですよね。もちろん ANA の場合は、まあ、シーズン制を取ってますんで、時期によるわけなんですけども、まあ、こういった必要マイル数になるんですよね。JAL の場合は、片道発見できますし、ダイナミックアワードになるわけなんですけども、2万マイルでね、片道エコノミークラスから発見することはできるんですけども、ANA マイルで ANA、JAL マイルで JAL、に登場するとね、燃油サーチャージがかかってきてしまいますよね。まあ、ここはやっぱり大きいですよね。今のハワイ路線とかね、多分5万円ぐらい、もしくは5万円超えてきちゃうかもしれませんので、まあ、こういったところをね、考慮すると、やはりね、今回のデルタ航空のマイルであったり、バージンアトランティック航空のマイルでね、ハワイ路線で発見していただくのはですね、かなりね、お得なのではないのかな、なんていうふうに思いますので、2023年の10月の28日以降ですね、ぜひね、予約ね、してみていただければなと思います。本当にね、これで本当に飛んでいただければですね、非常にね、お得路線開通っていう風になりますんでね、非常にいいですよね。ということで今回ですね、とうとうデルタ航空が羽田ハワイ路線ね、開設へということで、解説ね、させていただいたわけなんですけども、デルタ航空のね、マイル貯めてる方、アメックスのプロパーのね、持ってる方、またね、マリオットアメックスプレミアムカード持ってる方はですね、かなり朗報っていう風になりますんで、いや、本当にね、久しぶりにいい話がね、来ましたよね。本当に最近ね、解約の連続で、もうハワイ路線もですね、ユナイテッド航空もね、必要マイル数上がってしまいましたし、
お得路線ないのかななんていうふうに思ってたわけなんですけども、今回ね、デルタ航空がですね、羽田ハワイ路線ね、10月の28日にね、開設ということで、まあ、今後ね、これがかなりね、お得路線に、ね、なっていくかななんていうふうに思いますので、ぜひね、利用ね、してみていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてくれるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。